あるあるある方挙手お願いします。川田さん、はい、はい、あの私と山口と山下と平岡のみちゃんと一緒にゲームした時があったんですけど、私が一番先輩で3期生4期生っていう形でゲームしたんですね、うん、そしたら春代が今まで聞いたことない声でなんかもうみたいな感じでなんか動揺しちゃって私聞いちゃって私たちの前ではこんな姿を見たことないっていうぐらいこの二人に甘えてて、なんかそういう存在がいてよかったなってねえ、あんま見たことない姿だったんだ。本当に見たことないです。あの結構びっくりして、はい、どういうそんななんかどういう風にやってたの。なんかハリオがなんか寝転がってリラックスした状態でもうずっとなんとかだもんみたいな。いやいやいや持ってるで押してください。それは事実。それは事実だもんね。先輩たちにはしないってことね。しないことないです。後輩だからなのかな。はいはい。なんか逆に私が山口のお家に行ってて、後から山下も来たことがあるんですけど、なんか逆に春代の膝の上に山下を寝かせて、なんかヘッドスパみたいのを。で、山下のお顔も触りながらなんか。もちもちだねみたいな。持ってる持ってます。めっちゃ引いちゃってびっくりしました。引いちゃって聞かすなよ同期を、ね、そんな持ってるはずないじゃんパル。そんな、ね、こんな具体的なんだもん。いや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 、なんか私もお家よくお邪魔させていただくんですけど、うん、徐々にこのタンスと壁の角にちょっとずつ追いやられて、やばいやつ、やばいやつ。もう私がこうなって春代さんがそこにみちゃんって感じ。やばいやつ。いやこれは問題だな。これはちょっとこれは具体的だもん話が。引っ張る認めた方がいいよ。覚えてません。怖いよ。本当に本当の犯人が言うやつ。引っ張るおじさんなんじゃないか。キャバクラ言ってんじゃないか。と山口におじさん疑惑が浮上してしまったが、可愛い一面もあるらしく。